まあまあそういうことで、まあ、今回のこの保守党の私が一番応援せないかと思ったのはね、この政治をねもう市民並み給付に変えないか、本当にこれいいけど他の人は言わない、これを他これ言うとね仲間が一人二人全部おらんようになってても回るんです。地方議員の味方がゼロになります。私も民主党あ新進党民主党か、それでこれこれ言ってきましたけどね、河村さん議員を市民並み給与あるいはボランティア化しようと、そういうことを言うと本当に誰も応援するのおらんようになるよいって、ほんでね20人集まらへんもんなで民主党の党首選で例なんだかねこれねえ、ほんだけどいっぺん皆さん議員やってみや、これこんなおいしい仕事ねえぜこれ、本当に本当だよ、こういうこと言うとまた河村のバカが言ったんだろうと言うだろうけど、なんであたたち続けるのって立候補してるじゃないの、そんな大変な仕事ならやめりゃいいじゃないの、そんなもの、そうでしょ、議員が辞めたって何の問題もありません、これは行政があるからです、普通の商売と違うんですこれは。ということでまあこの議員を過業化となると有本さんたちが言っとるような自分の信念に基づく政治はやりません。この日本に保守というね、日本の国を大事に、例えば憲法9条改正だって損にも得にもならんことは言いません、これそうなるの。南京事件だって南京の話だってそんなことやって中国に嫌われたらどうするんだい、でみんなあすいませんってコロッと変わってもらう。なぜかと給料がめちゃくちゃええし地方議員もええもんだから、そこに裏金を配るのがもうルールになっちゃっとんのこれ日本中、本当だよ、これはみんなあまり言いません、マスコミもそれ書くと、その、ま、書いた記者に某大政党が電話してきてその社長に誰だあれはいって、だ議員の悪口言うと何事だいって、そういうことになりますんで全然本質が変わらない。そんなもんね、今自民党の幹部によかつて民主党とか新進党におったや自民党は前いかんいとった人間が何おるの、本当にたわけらしい嘘じゃないかこんなの。日本新党のメンバーもよくおりますよ、本当にあの時政治家総統とかへ行ってとにかくなんだ全然自民党ではいかんいとったの、今大幹部でこの間大臣室会ったら神谷さん昔のことは絶対言わんでねえとまあそういうことです。なぜか言ったら給料がええもんでね、高級ドルの就職の世話、皆さん今やっとるのは政治のそういう正しい政治のためではありません、これは高級ドルの就職の世話をしとるんです。みんななんでそんなことやらされるんですかこれ、ということでその根本をこのゼロのお父っつぁんとから有本さんがやるいって政党を作る人でそれやるいったいうのは本当に初めてです、これ本当に初めて、これえきゃこれやると必ず良くなるから、これを政治の過業化を止めるとね、これからそれやるにもう一つ、これから子供たちのね受験勉強をやめさせないか、もう高校入試は何か廃止しないと内申点とかになるでしょう、だからみんなね自分の意見を言わないことに慣れちゃったのこれ、だから小さいうちからいやこのちょっとおかしいんじゃないかと今とそういう話はね発言しません、従ってもう立候補しない、ほんと同じ人ばっか出てくる、ここでも過業化が起きてますので名古屋では高校入試を廃止しようということを今言っておりますけど、これ判定はする人もおるもんだでよこれ、今の秩序が嬉しいんだこれ、そうでしょう、国会議員でも行産給料もらってよ党で決めますから自分の意思なんか出さんでもいいの、毎朝から部会毎朝部会で取るようだけどあれね採決したことなんか私十何年おりましたけど一遍もないですよこれ、必ず部会長一任
いうことになっとるわけです。だから自分で何にも考えてもいいんですよ、これ。なんでかいって。高給取りの就職の世話の。集団的自衛権ですよ、これ。議員であることの集団的自衛権から、決別しないと、いい日本はできんぞ、本当に。頼むよ。政権交代よりも、政権交代もねよりはあった方がええけど、政権交代よりも議員の体質を変えないと、本当に。そこにね、病巣がある、病根があるんです。これわしが言っとるで間違いねえよ、これ。本当に若作りにしとるけど75だぞ、まっすぐ75だけど、まあ本当に。まあということでね、ぜひこの新しいムーブメントは絶対に本当に日本の国を英国に してくれると思う。そのためには議員の体質を変えることだよ、みんな。ええかよ、家業にさせといてどんだけ言ったってもダメという流れの中で、わしも総理を狙う男いってやってきたかな、俺。忘れたか、皆さん。忘れてまってかんで、まだちゃんと考えとるんだね。したらこのアリのお姉ちゃんが、私が河村さん総理にさせたげるは言ったもんね。そうなれ、ええ気持ちになるがね、これ。ねえ。まあ、そんなことで、しっかりやります。まあ、私も75ですから、まあ、身を捨ててこそ浮かぶせもあれと。身を捨ててこそ浮かぶせもあれということで、この間、某新聞社が土曜日台とったけど、こういうことをやるとね、やっぱね、普通は死ぬんです、これ。簡単でね、そんな、あんな、こんな日本中をはびこった、議員になるともう一ついかんのは、家業になるともう一ついかんのはね、長いことやらなあかんから、ほとんど必ずと言っていいぐらい、裏金をもらいます。これ、本当だよ、日本中。だから完全に会社みたいになっとるんです、これ、議員が。これに打ちかと思ったら、大抵は死にます。その中で、このゼロのお父っつぁんと、この有本さんがやるよ、捨てるもんで。これ、ただ俺もこちら75になるで、身を捨てようかと。まあ、身を捨てるって、まあ、そろそろ死ぬ頃だって、まだ、どうせ死ぬんだねか言われは終わりだけど、まあ、一緒にやっていこうと。で、そういうね、僕は子供のやっぱり自立いうか、だから皆さん一人一人だけど、自分の意見をちゃんと言える、そういう強い民主主義を作っていくことが、強い日本を作っていくことに必ずなると。今のろくでもね、政治は嘘ばっかり、そんなね、職業議員に任せとってかん、俺は、と思ったんで、精一杯やりますんで、よろしくお願いします。Thank you very much. I love you. Okay, thank you. Thank you. Okay.